あ、すいません。はい、んちょっといいですか。イエーイ。ちょっと街頭みたいな何見たりしてるんですけど、うん、お二人ちゃんと休むんですね。マブマブ、どういう感じ。マブマブマブダチマブそう、マブダチめっちゃ仲良し。一つのものよくシェアする。うん、全部飲みきれないしね。そうだね、うん、ご飯とかもシェアするしね。うんうん、仲良し、好きなもの一緒だから。確かに二人ともお綺麗ですね。お、まあ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 、やだ、嬉しい全然謙遜してないからまあ、とか言ってお世辞だったの。え、ひどい、帰ろう。あ、いやいや、ご飯とか飲み物とか以外で他にもシェアするんですか。男、うん、男だね。うん、どういう人がタイプなんですか。は私、襟足長い人あ、言ってるよね。私、ちょっと変態っぽい人かな、うん、あ、確かに、いつも変態っぽいもんね、うん、変態されていや、そういう変態。じゃあ、襟足の長い変態がいたら2人一緒やするってことですか。あ、もう超最高だね。絶対する、絶対する。ジッチでっかい人無理かもしれない。あ、そうだね、うん、いや、そういう話もするんですか、お二人は。するよね、めっちゃ、うんうん、そう、でかすぎ、あ、まあ、意外と私はいけるかも。いけそう、うん、意外といける。えなち、いけそうだね、うん、え、二人大好きなんですか、お互い。大好きイエーイ。好きなの。うん、あ、ねえねえ、そういえばさ、エナチってさ、うん、最近からしてどうなの。何、帰国子女。そう、どうなの、どうなの、うん、いや、あいつマジやばい。嘘、いや、ほんと、あ、マジ最近超超超調子乗ってる。そんなに超3回つく。超超超超でほんとマジでやばくて、うん、なんか全然私のことをなんか気遣ってくれないし、うん、なんか私が髪切ったとかメイク変えたって言っても全然気づかないし、うん、それはやばい。これ気づくでしょ。いや、その前髪は気づく。気づくよね、気づく。超ガタガタ。今前髪しか見てないやめろやめろここ見てるずっといや、まずしかもイケてないし。あーね、なるほどね。でもしてるんでしょ。うん、義務義務義務来ちゃった。義務来ちゃった。義務義務期間来てる今。マジで、いや、マジで今義務タイムやばいわ。でも義務セックスつまんなくない。え、超つまらん。そうよね。うん、じゃあ先生触れてきたんだよ。え、めっちゃ玉綺麗なの。玉。そう、玉。そう、玉綺麗なの。そう、玉綺麗なの。玉金さん。そう、そうよ、そうよ。そうよ、めっちゃ玉金さんって呼んでると。え、玉キレッペか。そう、めっちゃキレッペ、キレッペで仕事もめっちゃするし、エナチのことも多分生かしてくれると思う。死ぬまで、死ぬまで、え、うん、死にたい、死にたいな、うん、死にたい。紹介してあげる。え、いいの、いいの。え、シェアしてくれるの。うん、だってエナ、私のチンチンはエナチのチンチンでしょ。え、素晴らしい。え、シェアハッピー、シェアハッピーする、シェアハッピーするわ。しよう、するする。え、すぐ来る。うん、呼んであげる。マジ？ふっかるじゃん、最高。え、そうだ、ふっかるとか。こちら私の友達のえなちです。えなちです。こちら私のシェフレのたまきんさんです。たまきんさんです。えなちのこといっぱい貸してあげてね。行きたいの、今日は。いや、でも、まあ、うまくできるかわかんない。ね、なんでよ。え、できるよね。来たかったのに。私のチンポだから、エナチのチンポでもあるわけだし、いっぱい気持ちよくしてあげるんだよ。そうだよね、私のチンポだよね。そう、いや、俺のチンポだし。いやいやいや、お前空気読めって。今は私のチンポなの、わかる。お前のじゃないんだよ、わかる。わかったっぺか。そうだよ。はい、OK。 OK、 まだ得意かないけど。なんでよ。とりあえずチンポ貸しな。うん、シェアハピするから。なんでこんなことになってるんですか。あなたたち義理とはいえ兄弟ですよね。いっちゃうごめん。あ、いや、それでも意外と相性良かったよね。
いやいや、普通兄弟とセックスしないから。はい。おかしいですよ。でも相性よくて、こんな風に出会わなければよかったね、みたいな。いや、ダメだから。もうエナとはセックスしないでください。え、エナちゃんそれでいいの？でもなんか、義理とはいえ、兄弟だし、そうだよ、ダメかな、みたいな。そうだよ、みたいな感じ。そんな感じ。わかりました。多分お兄さんはエナチの体だけが好きだと思うんで、私が代わりにセックスします。え、エナちゃん、いいの？まあ、それはいいよ。うん、うん、だって結構いい感じだから。あ、そうなん。うん、多分私が相性いいってことは、うん、いちかとも相性いいと思う。確かに。うん、じゃあここはもうしないでください、エナちゃん。あ、でも最後に1回だけしたい。最後だよ。1回だけ。本当に？うん、分かった。じゃあ最後ね。うん、これが最後だよ。うん、待ってたー。